どうも、ビーフシチューのカイザーです。さしおり、今日も頑張っていきましょう。本日の動画では弓道初心者から初段を取得する方法について話していこうと思います。弓道を始めた人にとって、まずは団員を取得すること、これを目標にしている方、たくさんいらっしゃると思います。とは言ったものの、弓道の団員っていうのは何をすれば取得ができるのか、そもそもどこで取得できるのか、何が必要なのか、お金は必要なのかどうかとか、たくさんね疑問があると思います。その疑問の答えについて、この動画ではねキュッと凝縮してお伝えしていこうと思っています。なので、まず最初は皆さんに対して先ほど言った疑問についてお話していきます。で、最後の方に弓道初心者から初段を取得する方法について具体的にお話していこうと思います。ビーフシチュー。まず最初に団員を取得するためには何をする必要があるかと言いますと、これは審査というものを受ける必要があります。この審査というものをね受ける前提として、全日本弓道連盟というところに、入会しないといけません。入会して審査を申し込み、お金を払うことで全日本弓道連盟が開催している弓道の審査というものを受験することができます。入会することに関してですけど、学生の皆さんはそこまで意識したことがないと思います。というのは、大体学生の方は学校で加盟しているので、あんまり気にしたことはないと思います。で、一般の方、社会人の方は地域の弓道場に行けば入会手続きについて大体教えてくれるので、そこで入会することができます。そして、この審査というのがね、何をするかと言いますと、学科試験と実技試験、この2つをね受験することになります。この2つは同じ日に、受験します。それぞれ簡単に内容を説明すると、まず実技試験なんですけど、これはね審査員の先生方の前で弓を引くことになります。この弓を引くときは2射だけ引きます。2射です。審査員の先生というのは、だいたいね目の前に3人から5人ぐらいが並んで座っていて、自分が引いているところをずっと見られつつ採点してもらうような感じになってます。そして、この時大事なのが、この2射、渾身の2射を当てろというわけではなくて、射形とか大敗というものを主に見られることになります。この大敗というものが何かと言いますと、歩く動作とか弓を引くまでの動作とか、弓を引いた後の動作、入退場などなど、ざっくり言うと弓を引く動作以外のところもすごい審査員の先生には見られています。実際の状況としては、もう審査員の先生方が目の前にこう座っておられて、受験者の方が例えばね5人ぐらいいたら、もう5人射場に入場して、順番に前の人から弓を引いていくというような形になってます。で、これはね当日じゃないとどこの立ち位置になるかっていうのもわからないので、ほんと正直ね結構緊張します。大会と違ってもうまた別のね緊張感があります。ビーフシチュー。次に学科試験なんですけど、これはね全部でね2問出題されます。これ楽勝やろって思った人いると思うんですが、これね1問の配点が50点になってて、2問で100点満点になってます。お分かりの通りだと思うんですけど、もう完全に小論文みたいな問題になってます。1問目が弓道のテクニカル面の問題になっていて、2問目が弓道のメンタル面の問題になってます。で、そう言われるとよく分かんないと思いますけど、テクニカル面の問題については弓道教本と呼ばれる、弓道の聖書みたいなもの、これが参考書になってきます。で、問題どういうの出るかわからないと思うんですけど、これって全日本弓道連盟のサイトに、掲載されてます。今日せっかくなので、1問だけ紹介していこうと思います。これはメンタル面の問題なんですけど、弓道を始めたきっかけについて述べなさいと。これ皆さんどう答えますか。これをね小論文に書かないといけないんですけど、熱い気持ちをもう純粋に書いてもらえれば、多分ねもう審査員の方々も納得していただけると思います。間違っても、以前僕がね動画でお伝えした内容とかを書かないように。ビーフシチュー。ということで、弓道を始めた人が大体疑問を持つことについて説明していきました。最後に、この動画のタイトルにもしているんですけど、弓道初心者が初段を取得する方法について具体的にお話しできます。弓道初心者の方が初段を取得する方法なんですが、まず最初に無指定審査というものを受験してください。これ何かと言いますと、実はねちょっと団員は取得できないんですけど、これはね9位というものを取得することができます。9
級というのは3級とか2級とか1級が取得できます。で、この無指定審査は学科試験と実技試験を受けたら、審査員の方がその人の射形とか大敗を見て何級だっていうのを決めてくれるような審査になってます。一番いいのが、まあ、1級なんですけど、1級をもう取得できたらもうだいぶね、弓道が身についてきてるんじゃないかなと思います。この無指定審査を受けてだいぶちょっと期間を置いた後に初段審査というものを受けます。で、この初段審査でも、まあ、もちろん学科試験と実技試験っていうのは同じなんですけど、まあね、大敗とか射形で見られる部分っていうのが無指定審査の時よりはちょっと厳しくなっていきます。とは言ったものの、高校3年間弓道をしっかり練習していけば初段は取得することは全然可能です。ちょっと僕の話になるんですけど、僕は無指定の時に、1級をいただきました。多分ね、高校1年生の後半ぐらいだったのかな。で、そこから順調に初段受けて、2段受けて、3段受けて、まあ、高校3年間ギリギリのところで、3段を取得することができました。3段は結構難しいと思います。もう当たるのが絶対みたいな感じでした、審査では。ビーフシチュー。はい、というわけで今日の動画は以上なんですけど、もしね、役に立ったり、まあ、今後団員の話についてもっと聞きたいなと思う方は、まあ、いいねボタン、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。もしね、この動画がまあ好評でしたら、今後僕が実際に初段とか2段3段取った団員の経緯について動画にできたらいいかなと思ってます。そして、チャンネル登録者がね、もうすぐで1万人に行くんですけど、1万人になりましたら、まあ、僕とよしきが、SNS を開設しようと思ってます。もうぜひね、開設して、視聴者の皆さんとね、交流したいので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。このね、最後の動画に出てくるね、ここの入部ボタンよろしく頼む、ちょっとよろしくお願いします。それでは以上、ビーフシチューの動画でした。